YouTube のご覧の皆さんどうも、ヨウムです。霊夢だよ、マリサだぜ。今回はうぷ主さんお休みです。なんか次回の動画の編集が大変らしいので、缶詰状態にしてあげたよ。あー、遅れたらみんなに申し訳ないからな。今回は、こちらに行って、ちょっとした実験というかやりたいことがあるから。やりたいこと？ドスジャグラスが3体出てくるんだけど、まあ実は裏で行ったことあって、普通にクリアしちゃいました。まああのドスジャグラスだもんね。てか受付さんなんでこんな格好してるんだ？あー、なんかアステラ祭。だっけ？感謝祭が当時開催中だったから、集会に行ったらアイルーもみんなパリピ状態だったよ。パリピ状態って？あ、そうそう。今回のドスジャグラス、3体とも前狩猟したやつと違うんだよ。違う？普通じゃないってこと？いや、普通じゃないという人もいれば、普通普通アブノーマルっていう人もいると思う。それは普通じゃない、一応。まあ多分見たらわかるよ。始まったわね。じゃ、行きますか。はい、あの近くにいるドスジャグラス。あれ、でかくね。でよく見たら、奥にめっちゃ小さいの2体いるな。お、目がいいですね。で、私が試したいことは、3体とも乗ったらどんな感じになるか、そもそも乗れるのか、まずこの大きいやつから。失礼、失敗しました。おいおい。よし、もっかい。あれ、乗れない？ドスジャグラスの顔がドアップ。お前ドアップ好きなのか？変わった趣味をお持ちで。違うよ。よし、もう一回。お、乗れた。まあ、普通のと変わらない絵だな。そうだね、次行こうか。よし、あの中ぐらいのにしよう。段差がさっきのとこしかないから誘導するよ。移動が可愛いからカットなし倍速なしでお送りします。え？ね、可愛くなかった？ああ。まあ可愛いという人はいるかもな。それ。おお、乗れた。なんだろう、どこかでこういうドラゴンライダーいそう。ドスジャグラスライダー。ジャグラスならアイルーが乗って戦うことできるけどな。羨ましい。じゃ、ラスト行きますか。うん、改めて見るとめちゃくちゃ小さい。あ、これなら可愛いかもしれない。そうだな。じゃあ誘導しますか。ね、可愛くない？そうね、これは可愛いわ。ペットに欲しいな。世話が大変そうだけど。乗れた。これはすごい。なんか無理やり感あるけどすごい。ハンターが大変なことになってないか？普通の人なら腰の骨を割ってるよ。何者だよ。なんか若干ハンターが小さくなったような気が。ほんと何者だよ。よし、じゃああとは普通に倒そうか。ハンターってほんと何者なんだよ。わかんね。はい、今回ちょっと時間早いけど、結果は乗れる、ということがわかりました。ハンターのことも一つ知れたしね。いや、あれはゲーム上。いやもういいや。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。